人で人で海星、人で海番車は、極秘動物も人手綱、海星綱に所属する動物の総称。星型、多くはごぼう星型をした生物で、現在人間が用いている星型や星マークの元となった。人手という和名は、その人の手を意味する。英語では、ストルーフィッシュ、星の魚あるいは、シースター、海の星、フランス語では、 イトワール・でメール、海の星。ドイツ語では、シースターン、海の星など、多くの言語で星にちなんだ名で呼ばれている。多くは5本、あるいはそれ以上の腕を持ち、この腕の複足に並んだ観測を使って自由に移動する。複足中央に口がある。肉食で、貝や死んだ魚などを食べる。一部分が切除などによって失われた時に再生をする。また、 自発的に体部を分断し、各分体を再生させることにより増殖、分裂、自設する種も存在する。人手の大きさは、野鳥、副長、中心から腕の先までの長さで表す。扁平で、五本の腕のある、いわゆる星型の体を持つ。ただし、腕の数には変化があり、種類によってはその数を次第に増やしたり、分裂することで失ったりするものがある。 腕の集まる、中央部をバンという。背面は、多数のコブ状や針状の突起が一面に並んだ、丈夫な皮膚で覆われている。皮膚の下には、多数の石灰質の骨盤が、筋肉や結合組織で結ばれた丈夫な内骨格がある。腕の下面では、腕の中央に沿って、深い溝があり、この内側に観測が並ぶ。この溝を、不対孔という。バン中央下面。 それぞれの腕の不対光の混じり合うところに口がある。肛門は盤の上面中央にある。多孔板は盤の上面側方、ある二つの腕の分かれるところ近くに一つ、あるいは腕の増加につれてその数を増やす。観測は多くの種で、吸盤状で、腕の先端部には特に長いものがあり、触手のように働く。背面にも小さな観測状の突起が出るが、これは、 伸びることはなく、呼吸を行っているものとされ、カワエラ、パプヤラと呼ばれている。消化管は、下面中央の口から上に伸び、盤中央の内部を大きく締める胃に通じ、そこから、上面中央に開く肛門へと直腸が続く。胃は、大きく二つに分かれる。最初の粉門部は大きくて、筋肉質でよく伸び縮みし、食物を取る時には体外に広げられる。 後方の有門部からは、それぞれの腕に管が伸び、その先で左右に分かれ、それぞれの腕の内部にある、肝毛脳につながっている。水管系は、皮膚と内骨格の間を走る。多孔板から、石管が下側に伸び、口周辺を取り巻く、肝状水管に続き、そこから不対抗中央を走る放射水管へとつながる。神経系は水管に沿って、 感情神経と放射神経が走る。生殖層は肝毛脳の下に腕に1体ずつあり、腕の間の位置の盤上周囲に開く。私有遺体。多くは体外受精で孵化した妖精はプランクトン生活をする。妖精は左右層症で体表面に潜毛体を持って移動する。次第に潜毛体は体表面に複雑な曲がりくねった形となり、 その一部が三体の突起となって突き出した状態を、ビピンナリア妖精、ビピンナリアラルバ、さらにそれが長い突起として伸び出したものを、ブラキオラリア妖精、ブラッケオラーイアラーバという。その後、妖精は海底に降り、妖精の半口側で基板状に固着し、口の部分の周辺を中心に、新たな体が作られる形で変態が行われ、人手らしい姿となる。 直接発生で腰体になる例もあり、中には親の体で子が育つ例もある。すべては海産の底生動物で泳ぐものはない。ほとんどは観測で基板上に吸着しつつハうが一部に砂の中に潜れるものもある。いずれにせよ動きはゆっくりしており素早い動きができるものではない。しかしその骨格は 骨盤のつながり合ったもので、一見硬そうな外見に反して、柔軟に変形させることができる。大きな人手が信じられないような小さな隙間に入り込んでいることがあり、またひっくり返された場合には体を大きくひねって、元に戻ることができる。深海性の種は主にデトリタス食性であるが、肉食性のものも多い。餌は二枚貝などの動きの遅い小動物であるが、 海洋ではこの半中の動物はかなり数が多いので、人では重要な肉食者である。その食べ方は独特で、二枚貝を腕で抱え込み、観測の力でじっくりと時間をかけてあげる。さらに、胃を体外に出すことができ、これで食物を包んで消化液を出し、そのまま消化吸収してしまう。このような特殊な食べ方で、普通の動物には食べにくい固着性の貝。 カキ等なども餌にしてしまう。実際には、甲殻類や関係動物、時には小魚までが餌になっている。ヒトデ類は、再生能力が高いことでも有名である。腕の一本だけでも再生でき、種によっては腕をつかむと地切れする。また、ま、二つになっても再生し、その場合には二匹になる。また、常時分裂を行って、無償生殖しているものもある。 以下の目が知られる、その姿の面白さから水族館の人気者となったり、する例はあるが、実利的な意味ではほとんど役に立つ例はない。体内にカドミウムや鉛などの重金属を多く含むこともあり、基本的に食用には適さない。熊本の天草諸島では、春の放乱期に、地元で、五本がぜと呼ばれる、木ひとでお塩ゆでし、その卵を食べるという食習慣がある。味は、 薄味のウニ味噌のようで多少の苦味がある。苦味の主成分はサポニンである。人手は長寿の源とされているが、甘草地方でも食習慣があるのはごく一部の地域に止まる。カキ、ホタテ、アサリ、ウニ、アワビ違いなどを捕食するほか、漁業用のお経座にもたかる。そのため、漁業関係者には迷惑がられ、大量発生すると駆除、捕獲して埋め立て、 あるいは退比化などの形で処分される。鬼人では、サンゴのポリップを食べ、サンゴ礁に打撃を与える。一方で、サンゴは、鬼人での妖精を食べるので、互いに、天敵の関係にある。バラシット水によって海外からもたらされた、ヒ人でが、オーストラリアの養殖カキやホタテを食い荒らし、深刻な被害を与えている。一部の地域では、 人手を乾燥し粉砕したものを虫の危機剤検肥料として利用している。また、組み取り、便所に人手を数体投入するとハエが発生しにくくなり、今でも一部の海沿いの集落でこの方法が使われている。人手を有用な海洋資源とみなした場合、無人蔵とも言えるほどの量があり、増殖も簡単であるから、これを有効活用しようといくつかの山岳館で、 研究が進められている。漢方では、人手に含まれるガングリオシドやグリシン、サポニンといった成分に、滋養競争作用があるとされる。サポニン等の物質は、敵を寄せ付けない、抗菌性、微毒性があり、ゆえに、気薬とし、長期間の服用が適さない場合がある。人手のこの成分、ステロイドサポニンを利用した、有益な薬性についての臨床研究も、行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。